流動食のとろみ付けのポイントをご紹介します。流動食のとろみがつきにくいんですが、とろみをつける時のポイントはありますか？流動食にとろみ剤を加えてから時間を置くのがポイントです。その理由は、流動食は水やお茶と違ってタンパク質や脂質など固形分が多く水分が少ないので、とろみ剤が溶けるまでに時間がかかるんです。だからとろみ剤を加えてから時間を置く必要があるんですね。そうなんです。とろみがつかないからといってとろみ剤をたくさん入れてしまうと濃すぎるとろみになるので注意しましょう。それではお茶と流動食でとろみが安定するまでどれだけ差があるのか見てみましょう。お茶と流動食にそれぞれソフティア S を加え、スプーンで攪拌します。5分後、お茶にはとろみがついていますが、流動食はまだとろみがついていません。30分後では流動食にもしっかりとろみがついているのがわかります。このようにとろみが安定するまでには時間がかかります。流動食にとろみをつけるときはしっかりと時間を置き、とろみ剤を入れすぎないようにしましょう。いかがでしたか？このチャンネルでは園芸や栄養にまつわる様々な豆知識を発信しています。よろしければチャンネル登録、高評価ボタンをお願いします。